皆さんどうも。ドヒーさんです。今日やるゲームはこちら。ゲロシャブ珍道中。最低極まりないタイトルだな。アモンガスね。アモンガスさ。やっていきましょう。今回9人中2人がインポスター。9人中8人インポスターだったら怖いよね。それじゃあ逃げ惑うだけのホラーゲーム。インポスター同士も誰がインポスターなのか分かっていない。じゃあインポスター同士で攻撃しちゃっちゃうじゃん。そう、インポスターを倒したら減点、そして最後にクルーを倒したら勝ちなゲームなのである。そんな話はいいからさ、ゲーム集中だよ。それじゃあタスクやっていこうって言ってもどうせキルクールが入るのか。確かに作業途中で止められちゃうかもね。じゃあまずは芋食って屁こいて寝てますか。そこはちゃんとゲームに集中しときなさいよ。さあやってきましたキルクール。わからない人のために説明しよう。キルクールとは猫のご飯なのである。それはキルクールじゃなくてチャオチュール。変な間違い方しないでよ。みんながナイスナイス言ってるから僕もライスと言っておこう。急にご飯って言われても意味わかんないから。キルクールだからここはスキップ祭り。誰も落とされはしませんよ。もしもバグで誰か落ちてったら最高だけどね。それでもし自分が落ちてったら最高じゃないでしょう。それじゃあ怪しい人に気をつけながらタスクをやっていこう。だけどその前におならを止めなきゃいけないね。おならじゃなくて警報ね。いつまで間違える気なんだ。皆さん、僕が止めましたよ。僕、ドイヒーが止めましたよ。アピールがすごいな。もう一つまとめに行こうって、こんなみんなで行く必要あんのかな？誰か一人が行けばいいけども、みんなで行動すれば、インポスターに襲われることもないよ。なるほど。おう。みんながいっぱいいたからってやっちゃえばいいのにね。そしたらみんなに見られて終わりでしょう。逆に堂々としすぎてみんな戸惑うかもしれない。そんなことないから。それじゃあ、じょうろうゲットだ。どこだどこだ。あったぞー。これで植物を育てに行こう。先生の髪の毛も育つかな？水かけて育つんだったらありがたすぎる。植物は上にあったよね。急げー。っていうかもうタスク半分終わってるよ。当たり前だな、ブラックマン。インポスター探す？そんなのめんどくせえ。ただただタスクを終わらせればいいだけの話。だったら頑張ろう。と暇だ。タスク一個も終わらせてないから。だったら焦らすんじゃないよ、ハゲマッチョくん。ハゲマッチョくんのせいでボタン押されちゃったよ。なんで先生のせいなんだよ。今回はなんでボタンを押したんだろうな。誰か怪しい人を見つけたのかな。まあ情報を待ちますかと思ったけど、結局何にも情報なしでスキップだ。票入ってる人たちは怪しい人なのかな。自分で自分に投票してるお茶目組だね。なるほど、ただの果汁組か。その組ではないけどね。じゃあさっきやり損ねたタスクをやりに戻りましょう。次こそは先生、邪魔しないでよ。別に邪魔はしてないけどね。これは下のやつを出して数字を打っていけばいいだけだね。これで OK！ 一つ目終わり。おお、誰かがやられてる。嘘だろ。誰かが目撃してたらいいけどね。僕はタスクに夢中で何も見てないからな。チャットはどうなってるかな。レアチキ君が怪しいと言われてるね。まだそれだけだとインプ君が怪しいから、なんでか気になるね。そうだね。嘘ついてる可能性もあるもんね。そうだよ、嘘つきはインポスターの始まりって言うからね。泥棒の始まりでしょ？インポスターの始まりなんて聞いたことがないよ。なんでなんだろうな。レアチケ君が俺に投票してもいいよって言ってるよ。じゃあみんな投票だ。投票祭り。だけどインポスターだったら投票してもいいよって言うかな。確かにここで投票されたら終わりだもんね。じゃあどうなんだ。やっぱりこんなこと考えるのめんどくさいから
タスク終わらした方がいいよ。あと3分の1で終了だもん。考えるの？めんどくさがるんじゃないよ。だけど今ある情報じゃ誰か全くわからないな。名探偵コナンだってこの状況はわからないでござるって言うよ。なんで急にお侍さん見たくなるんだよ。結局はわからないし、スキップ祭り。あと4人やられたら終了だ。頼む、誰か勝手に落ちてみて。だからそんなこと起きないって。急いで急いで、タスクやっていきましょう。頼むからみんな頑張ってよ。もう終わってる人もいるよ。土肥が頑張りなさいよ。植物に水をあげていこう。これは簡単だね。タスク簡単、おいしい牛タン0点取ったらアンポンタン。ギャグなんか言ってる場合じゃないでしょう。確かにね、おなら祭りが起きてるから急がないと。っていうか、いつの間にか止めてるのか。ああ、誰かやられてる。インポスターも徐々に焦って倒し出してきたね。ここら辺でとりあえずインポスター一人見つけときたいね。頼むから犯行現場見ててくれ。そう簡単には見られないでしょう。でも僕結構見られるけどね。それは土肥がちゃんと周り確認してないからでしょう。とりあえずどこか聞いてクルーのふりをしておこう。別にふりしなくてもクルーでしょうが。そして3人は酸素直してたって言ってるよ。その3人は誰だろうな。そしたら僕と3人とそれ以外の人になるけどな。レアチケ君とパッション君は違うって言ってるよ。だからインプ君も違うから他の2人かもね。ありがとうございます。あとは僕の推理で勝ち確定。だけどまだライズ君、ユ君、サルティカップ君3人残ってるよ。だけどライズ君はキルクールやってたから残りはユ君とサルティカップ君だ。果たして推理は当たるのか。下手に動くと怪しまれるからもう少し様子を見ておこうかな。ここで緑に投票するって流れになってるよ。よかったよかった、誰かが言い出してくれて。スカシッペは嫌だからね。スカシッペじゃなくて言い出しっぺでしょ。そしてユッくんが緑は違うって言ってるよ。インポスターをかばってるのか。ということはやっぱりユッくんだね。とりあえず緑くんを落としていきましょうか。ソルティキャップくんが怪しい。さらにユッくんも怪しい。これで投票すれば勝ち確定。いけるかな。なんでって聞かれてるよ。みんなの意見をまとめたらそうなりました。ちゃんとチャットで伝えないと。それはめんどくさい。そんなこと言ってたらドヒが疑われちゃうよ。だってめんどくさい僕天才。先生の頭は超臭い。そんなに臭くないから。あれ、僕が投票されちゃってる。ほら、怪しい動きするから。まあまあ疑われてもその前にタスクを終わらせればいいだけの話。あと4分の1くらいだ。いっとりいっとり。さあ車を下ろしていきましょう。気づけばどひも残り1つか。そう、これで僕は終わり。あと誰かが終わらすだけ。おお、行くんだ。やられるやられる。逃げろ逃げろ逃げろ。思いっきり狙われてるね。みんなと合流助かった。みんな早くタスク終わらせて。固まられたらさすがにインポスターもきついね。これでもう手は出せまい。そうだね。誰かが目の前でやられた。誰がやったかは見てなかったけども。他の人が見てるのを祈ろう。赤って言ってるよ。嘘でしょ、ライズくんだったの。キルクールやったからといって惑わされちゃいけないね。まさかキルクールを利用してくるなんてね。じゃあまずはライズくんがインポスター、そしてソルティキャップくんかな。じゃあライズくんに投票だ。結果はどうなるかな。あれ、ソルティキャップくんが私がやったって言っちゃってるよ。さすがにみんなで行動されたら厳しいから降参か。そして結果はライズくん大量。ここまで来たらもう勝ち確定かな。まずはインポスター1人目さようなら。残るはあと1人。みんなで行動するから
もうみんなの目の前でやってくれないかな。そんな強引なことをしないでしょう。最後の抵抗、おなる祭り。僕が止めに行こう。タスクマダの人は頑張ってね。これはあと残り2個くらいかな。勝ちのカウントダウンスタート。だけどここから逆転負けするのも面白いか。別に面白くないから勝ちなさいよ。もしインポスターだったら、こっからどう勝てばいいんだろうね。さすがにこれはもう無理でしょうね。もうこうなったら、みんなの前で倒して。ああ、早く倒して。なんだよそのお願いは。だってこのまま行ったらもうタスクあと1個で終わりだよ。だったらさ、もうどうせ負けるならさ、僕倒してさ、取れ高ちょうだーい。取れ高のためにやらないでしょう。頼むって、みんなの目の前でやっちゃって。お願いお願いお願い。さすがにやらなそうだね。多分パッションくんがラストのタスク残ってるのかな。それさえ終わらしたら僕たちの勝ちだー。ナイスタスク、僕たちの勝利。タスク全制覇で勝ててよかったね。ああ、ボタン押してても勝てたけどね。僕がクルーをやれば勝ち確定。というわけでまたお会いいたしましょう。さよなら。チャンネル登録よろしくお願いします。